はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画ですね、久々に立川にございますトスカーナさんにお邪魔しております。トスカーナさん、こちらのお店ですね。はいと、こちらのねトスカーナさん、何度も僕お世話になっておりまして、大食いの方はみんな来てるんですけれども、まあ、チャレンジメニューだったりデカ盛りのメニューが多数ございまして、今回はですねオムライスの1キロ早食い、こちらのチャレンジが新たにできたということで、本日はそちらのオムライスのチャレンジ挑戦しに参りました。でこの新たなチャレンジにつきましてはマックスさんやねゾウくんが挑戦しているということでしたので、できる限りね、今回は最速で完食ができるように頑張りたいと思います。それでは早速店内に入りたいと思います。よいしょ。ということで、ただいまね店内の方に入っておりまして、もう目の前に商品届いております。見てもらうとね分かると思うんですけども、今回の1キロオムライスチャレンジ3回ね連続で行わせていただこうと思います。こちらのルールね、事前に説明させていただきますと、今回これチャレンジメニューとなりますのが1キロのオムライスで、今回のチャレンジにつきましてはソースね結構かかってるんですけれども、このどこまで完食かっていうのが難しくなってしまうので、基本的には具材のみの完食で OK だそうです。でチャレンジ前にはね、まあ、このまんま食べてもいいですし、崩してね冷ましてもいいみたいでして、まあ、それはねもう個人の自由らしいので、まあ、とりあえずねこの作戦がどう出るかっていうところではあるんですけど、ひとまずはそのまんま行った方がいいのかな。でちなみになんですけど、一番ね今まで挑戦した方で早いのがゾウさんパクパクくんで、彼もね3回挑戦してて3回目の記録が1分29秒という、まあ、よくわからんねタイムでこのオムライスを食べていたそうです。はいまあ今回はねその記録を抜く抜けるようにあんま自信ないんですけど、頑張ってね本気でチャレンジに挑戦したいと思います。あーむずいな。これもスプーンもこれちょっと見えますかね、2種類ご用意いただきまして、この大きいのと普通のサイズですね。これも難しいな。でも一発目だからでっかい方できますかね、せっかくなら。何回もこういうチャレンジやってますけど本当難しいんですよね。ちょっとね、あの注意点といたしまして、今回につきましてはねガチの本気の早食いチャレンジとなりますので、若干ねあの飲食マナー等にそぐわない部分がねあるかとございます。ご視聴される際にはですねあらかじめご了承ください。いやもう緊張であんまり口が回ってないですね。ドキドキするときに喋るのは無理です頑張ってください。はい、3、2、1、いただきます。スタート。いただきます。あ、おっきいな、ええ、くるわ、これ。うん、めんねて、はい、ではひとまず一皿目は、こちらですね、見えるかな、1分6秒ちょっとひとまずじゃあ一発目で一応記録は更新ということでいやでもこれ食べ方本当に難しいですね。やっぱ崩さないとなると外側はトロトロの卵いっぱい多いんで飲み込みやすいんですけど、中心の方行くとご飯の比率が増えてきて急に飲み込みの仕方が変えなきゃいけないので、ここがこのチャレンジマジで難しいですね。いやでもこれは混ぜるべきだな。だからこれもったいないんでソース食べちゃっていいですか。せっかくいただいてるのこのデミがねめっちゃ美味しいんですよ、トスカーナさん。うん、そしたら次は一旦作戦を変えて、あの全部均等に混ぜてその水分量をね均一にしたいなと思います。なんで急いでこれこんな美味しいのに食わなきゃいけないんだろうな。ゆっくり食べたい
ね、以前もその他のチャレンジでもこのデミとかいただいてましたけど、本当に美味しいじゃないですか。なぜなぜこんな急いでるのか。まあでもこれ確かに水飲む方がロスになるので、ソースを全部食べる勢いだとしても、これ事前に混ぜて均等にした方が早い気がするんですよね。あ、そう、ちなみになんですけど、マックスさんね、動画でやった際には2分30秒ぐらいかかったんですけど、あれ実はピザのチャレンジをやった後にノリでやったらしくて、いや、その話をね、今日聞いて、やっぱりうちの先輩は頭がおかしいなと5キロぐらいのピザ食った後に1キロのオムライス2分半で食いますもう意味が分かんない、本当にあの人は2回目のオムライスはこんな感じでね、まあ、全て均等になじませてみました。はぁ、さっきのが1分6秒、まだ1回目のご飯が鼻の中に詰まっております。はい、大丈夫ですので掛け声お願いします。はい、はい、3、2、1、いきます。スタート。はい、こぼれ、うんうん、はい、よっしゃ。こちらですね、47秒29でございます。いやー、すごい違う、今日に関しては時間もまだいつもに比べて短いですし、食べてる量もまだ3分の1ぐらいしか食べてないはずなのに、疲労度に関しては同等ぐらい、まだもう2杯目で疲れてるっていういや、マックスさんの全力みたいですね、チャレンジ後じゃなくて。で、あの、僕も動画見たんですけど、ゾウくんなんかあの混ぜずに全部やったじゃないですか。だからちょっとこういった方式を変えての本気をもう一回見てみたいもんですけどね。彼のゾウくんなんかも僕らに負けないぐらい危ぶいけど得意になってきてるので、食った感想だとあの子があんなタイプなわけないっていう感じですゾウくん見てる君はこんなもんじゃないってちょっともちろんね、3個目もあの感じだったので、やっぱりこれ混ぜていきたいなと。いやー、これ無事もうほぼ噛んでないですね咀嚼してないかもしれないです今日続いてはね、先ほどよりも半分近くの割合で全部ね、具材を捨ててみました。これでだいぶね、そのスプーンのストロークの距離とか数が減るのでね、ちょっと今回はこれで挑みたいと思います。ラストのチャレンジの掛け声をいただいてもよろしいでしょうか。いきます。はい、3、2、1、いただきます。スタート。ダメダメだ、すげえ飛んでる。これでだいぶね、そのスプーンのストロークの距離とか数が減るのでねマジでごめんなさいいや、一番遅いかもしれないこれ。どうしようどうしよううん、はい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 、一番遅かったですラストが1分8秒ぐらいかかっちゃってますね
正直あの最初の段階でめちゃめちゃスプーンもたついてて、ああ多分無理かなって一瞬正直思ったんですけど、ちょっと思いのほかやっぱ大きいスプーンが難しいですね。今回のチャレンジですが、2回目のチャレンジ結果の、まあ、40秒台の結果がね、一番早かったということで、歴代のチャレンジの中でも一応記録を更新して1位という記録を更新することができました。ありがとうございます。いやでもこの結果を踏まえてね、あの大食いの人だったら逆に5キロのオムライスだったら10分で食えるのかとか、なんかそんなね面白いチャレンジもできそうですし、まあなんとなく僕が食った感想で言うと、マックスさんもゾウ君もいろいろねやり方を変えてみたりとか、全力のね体調で挑んだら絶対にねそんな記録じゃないと思うんですよ。僕の記録もガバーンって抜かされるぐらいの勢いで早いね記録を叩き出してくれると思っております。まあなかなかねこう YouTuber さんは2回目同じネタをね動画にするっていうのは難しいかもしれませんが、いや僕はね個人的に大食いの選手としてお二方の本気も見たいですし、またねその2人以外にもいろんな方の記録見てみたいです。こういったね早食いはやっぱりどうしても食べ方が汚くなってしまったりとか、まあ、いろんなねご意見があって難しい部分もあるかとは思いますが、まあ、気になったね大食いの選手の方皆様はぜひねこのトスカーナさんでオムライスの1キロタイムアタックですねやってみてください。じゃあねこの辺りで僕の動画は締めようと思います。本当にね今話したいろんな新しい企画これからもね登場していくと思いますので、ぜひね皆さんもトスカーナさんで新企画これからも楽しみにしてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします。じゃあね。